やっほー、今日はね、頭痛の原因でもある肩こり、首こりを改善していくトレーニング、巻き肩のトレーニングと姿勢を直す猫背改善のトレーニングをやっていきます。はい、30秒この動きをしていきます。気をつけることは1つ、脇を締めてください。肘をね、こう脇腹につける感じのイメージだと分かりやすいかも。脇を締める、そうするとね、正しいフォームでできてます。これなんで脇締めるかっていうと、脇が空いてると、あの肩甲骨までね使っちゃって背中のトレーニングになっちまうんですよ。そう、巻き肩したいのに背中になっちゃうから、脇ちゃんと締めてください。あと5秒、4321、 OK。 はい、そしたら手の甲を次は上にして、また脇を締めて同じ動きを30秒やっていきます。いきますよ、せーの、脇締めて、手の横で後ろの壁を叩いてるイメージでやったら分かりやすいかも。自分が壁にもたれかかって、こう手で叩いてるイメージ。脇締めてね、息してね、肩は上がらないよ、下げて下げて、いい感じです。はい、あと5秒、4321、 OK。 はい、そしたら肘を90度にして後ろにパンパンしていきます。30秒間、いきます。はい、せーの、30秒、後ろにパンパンして、で横見て、みんな手もね90度、前からも90度、で横見ても腕が90度、したら正しいフォームでできてます。これもね、手の甲で壁をパンパンしてるイメージかな。はい、あと5秒、4321、 OK。 そしたら30秒間休憩してください。ここでね、水分補給とかしてほしいです。こう手をぐるぐる回してゆっくり、結構ね、ブワッて流したりとか。多分この質問多いと思うんだけど、ダンベル必要ですか？ダンベルなくても大丈夫。そう、でもあったらダンベルありでやってほしいです。もしくは 500ml のペットボトルを使ってみてください。そしたらあと5秒休憩したらいきますよ、30秒、同じ動き、せーの、脇締めて、肩下げる、親指で壁を叩いてる感じ、いい感じ。したらね、このね、上半身の血行ブワッて流れて、巻き肩改善するし、目のね疲労も、ずっと同じ体勢でパソコンカタカタカタってやってたりすると目の疲労になったりするから、このトレーニングで血行ブワッて流してね、巻き肩肩こり改善、目の疲労改善、めちゃめちゃ良くない？はい、したら次ね、また30秒手の甲を上にして脇締めて30秒やっていきます。いきます、せーの、ちゃんと息してね、肩下げて脇広げない。私の周りやっぱね、肩こり、女性はもう特に肩こり悩んでるね、友達とか多くて、これ勧めるのみんな大絶賛。もうほんと教えてくれてありがとうって言われたトレーニングだから、ぜひみんなやってほしい。はい、そしたら30秒次ハニワやっていきます。90度で手の甲を壁パンパンです。ハニワね、いきます、30秒、せーの、はい、手の甲で壁をパンパンパンって叩く感じ。でちょっと余裕出てきたら少しだけ腕広げてみてください。そしたらさらに効くから、で慣れてきてからで大丈夫。で慣れてきたらちょっとね手をね広げてみてください。はい、 OK。 そしたら30秒休憩します。最後の埴輪ダンス、慣れてきたら90度からちょっと右に広げて、両方とも右手は右、左手は左、広げて、壁パンパンやってみて、そしたらもっとね効くようになる、胸のあたりぐらいまで。
はい、いきます。あと5秒休んだら次の最後のセットだね。巻き肩のトレーニングいきます。30秒。はい、肩下げる、脇締める、息してね。脇開いてるよ、脇締めて締めて。あと5秒、4、3、2、1、 OK。 そしたら次手の甲を上にします。手の甲を上にして同じ動きを30秒、いきますよ。脇締めてね、せーの、30秒。脇締めて肩下げる、脇締めて肩下げる、いい感じ。息してね、めっちゃ力入っちゃってる。息して、はい、あと5秒、4、3、2、1、 OK。 さあ、はい、30秒ハニワです。いける人はちょっとね手を広げてハニワやってみてください。30秒、はい、せーの、30秒。手の甲で壁をポンポン打ちつける感じですね。やっぱね、パソコンの作業とか多い人はずっと同じ体勢だから、しかも猫背だったらもうさらにね肩こりになりやすいから、もうこの動きと次の猫背トレーニングはマジで大事。一緒にやってみてね。あと5秒、4、3、2、1、はい、オッケー。巻き肩のトレーニングは終わり。そしたらそのまま猫背改善のトレーニングいきます。10回この上体起こしをやって10秒キープ。この1セットを3回繰り返します。いきます、せーの、はい、1、2、息してね、3、4、5、6、息して、7、8、9、10、はい、そのまま10秒キープ。9、8、7、6、5、4、3、2、1、 OK。 はい、そしたら10秒休憩。猫背やとね、さらにね肩こりになりやすいから、本当にこのトレーニングセットでやるのおすすめです。はい、3秒休憩したらいくよ、せーの、1、2、息して、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、10秒キープ。9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、休憩。あと1セットで終わるから頑張ろう。20秒ね、ちょっと秒数増やします。20秒。背中鍛えるとね、あの姿勢も本当に良くなるし、小顔にもなるし、反り腰改善にもなるから、もういいことしかない。頑張ろう。1、2、頑張れ、ラスト、3、息して、4、5、6、いや一緒に頑張ろう、7、8、私も可愛くなりたい、9、はい、10、ラスト10秒キープ。9、8、7、頑張れ、6、5、頑張れ、4、3、2、頑張れ、1、 OK。 おしまい。皆さんお疲れ様でした。イエーイ。じゃん、私ねトレーニングでこれ1キロのダンベル、これ ECLEAR っていうところなんです。で、ダンベル使ってもいいし、使わなくても大丈夫。で、ダンベルがない人は 500ml のペットボトルでも大丈夫です。なので、巻き肩をね、こう改善するトレーニングしたら、肩こりのね、改善にもなるので、ぜひね、やってみてください。頭痛がするほどさ、なんかすごい気持ちよくなっちゃったりするじゃん、肩こりって。そうなので、それの改善にもなるので、ストレスがなくなるんじゃないかなと思います。で、最後にやったさ、背中のトレーニング、あれはね、猫背の改善なんですよ。ここをしっかり鍛えて、猫背改善。ってことは、
肩こり改善、猫背改善ってことでめちゃめちゃいい姿勢になれるということなので、ぜひね一緒にチャレンジしてみてください。ちなみにめちゃめちゃ気持ちよくて、私周りの人全員に勧めてます。会った人にこれめっちゃいいよってこうやって勧めてるんで、みんなもぜひねやってみてください。ということで、また一緒にトレーニングしましょう。バイバーイ。みんなヤッホー。なんと私が組んだガチ痩せメニューが探さなくてもそのまま飛べちゃうサイトができました。概要欄に書いておくから、ダイエットの効率をさらにもっと上げるためにぜひ使ってみてください。でさ、みんなってインスタやってる？みんなのね、DM 返したり、いいねしに行ったりできるから、私めっちゃインスタ好きなんだけど、レシピとかウェアとか美容についてたくさんアップしてるから、ぜひ覗きに来てみてください。それではお次な、バイバーイ。